白川小峰城。白川小峰城は、福島県白川市、道の区国白川郡白川にあった、日本の城。単に、小峰城とも言う。同市内にある、白川城市と区別するため、白川城とはあまり呼ばれない、国の史跡に指定されている。ほか、日本百名城の一つに含まれる。阿武熊川と八田川の間に位置する、 小峰が丘という丘陵にあった平山城である。東北地方では珍しい総石垣造りの城で森岡城、若松城と共に東北三名城の一つにも数えられている。周辺は城山公園として整備され、公園内には結城市安部市に関する資料を展示した白川州公園や白川原園、6月のみ営業がある。平成23年。 2011年3月11日に発生した東日本大震災により石垣島が崩壊したため、三重やぐらも含め本丸は立ち入り禁止となっていたが、平成27年2015年4月19日に小峰城復興式が開催され復興終了後に入場可能となった。白川小峰城は南北朝時代の広告元年、略王三年、 1340年に、結城近友が、小峰が丘に築城して、小峰城と名付けたのが、始まりとされる。天正18年、1590年、城主の白川結城氏が、豊臣秀吉の欧州市沖により改役されると、この地は、合図領となり、賀茂氏、続いて、上杉氏、再度賀茂氏が支配したが、官営4年、1627年に、 庭長主家が十万国で、棚倉城、福島県棚倉町から来訪されると、幕名により、官営六年、1629年より、城郭の大改築に着手、三年の歳月を費やして、官営九年、1632年に完成た。その後庭市、坂木原氏、本田氏、奥平松平氏、越前松平氏。 九州松平氏、安倍氏と七谷二十一代の上司の交代があったが、慶応三年、1867年に、最後の安倍氏が、棚倉藩に移法された後、白川藩は、幕僚となり上閣は、日本松藩庭氏の預かるところとなる。翌慶応四年、1868年、白川小峰城は、母親戦争で、奥上越列藩同盟軍と新政府軍との激しい、 工房の舞台となり、5月1日、大半を消失し落城した白川口の戦い。明治6年、1873年1月14日の廃城令では、尊重とされた。城石には来るは、土類、石垣、水堀を残すのみだったが、平成3年、1991年に、本丸後に、三重やぐら、天守に、総統が、平成6年、 1994年に前後門が当時の資料に基づいて復元された。平成18年2006年4月6日、日本百名城13番に選定された東日本大震災での被害。平成23年2011年3月11日に発生した東日本大震災により、三重矢倉の崩壊には至らなかったものの数箇所の石垣。 車が崩壊、または、積み重ねが緩む被害があった。車上にあった、白川原園や公園、石碑等も崩壊し、震災以後は本丸への立ち入り禁止となった。特に、三重や倉下段の車の崩壊被害は大きく、小峰城入り口からも確認できた。このほか、公園内売店は一部損傷があったが、城壁前方の芝生や城内に植えられていた桜は、 概ね被害はなかった。2011年秋から修復工事が行われているが、完全な復旧には5年ほどかかる見込み。上記のように2015年4月から入場可能となり、2018年度の全面修復を目指している。なお、白川原園は閉園となった。白川小峰城の御三階屋倉は、寛永9年に建てられた、 複合式相当型三十三階の矢倉で、当時は、三重を矢倉と呼ばれた実質的な天守であった。三重矢倉の立つ矢倉台に余裕を持たせつけ倉や二階に出窓をつけた姿は、若松城天守に共通する。黒漆塗りの下見板張りで、風雨にさらされることを考慮して、窓を小さく開いている。この三重矢倉は、慶応四年に起こった、母親戦争によって消失し、 現在のものは1991年に復元されたものである。復元天守は昭和期に多数作られたが、それらは皆鉄筋コンクリート作りで外観のみ元に服したもの、外観復元であった。白川城の三重矢倉は木造を復元された城郭建築のうち天守に相当する建物の復元では最初のもので数少ない木造復元天守の一つである。 母親戦争の激戦地となった松並東海山の杉を使って復元をしており、中に入り柱を見ると玉傷が確認できる。雨漏り、普及を防ぐため、吹き土を用いない引き掛け山河原吹き工法を使用している。河原の文様は松平定信の家紋である梅鉢である。様々な大きさの石を積んだ断石を用いている。石垣は地場産の白川市。 火に弱く火災による劣化が見られる。大規模な木造建築は日本では建築基準法で原則禁止されているが、白川城では人の立ち入りを想定しない工作物として建築許可を得た後、完成後に見学者を内部に入れるよう変更した。これは一種の脱法行為であるとの観点から問題となったが、後に問題なく立ち入れるようになった。 多くの城内の建造物が消失、または破却により失われたが、二の丸入り口付近の太鼓門西側に建てられていた。太鼓倉は、明治六年、1873年に民間に払い下げられ、三の丸の公用土手に移築された後、昭和五年、1930年に、福島地方裁判所白川支部の近くに移築され、現在は茶室として利用されている。 二度の移築により建物そのものは改造され原型は大きく損なわれているが当時の面影を今に伝える唯一の建物以降である。平成22年2010年8月5日国の史跡に指定された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。